ドキドキを今度は中山が引き継ぎます。今日土曜日は東西重賞です。中山のメイン競争はオーシャンステークス芝の 1200m、 頭数16頭です。勝ち馬に G1 高松宮記念の優先出走権が与えられます。本馬場に上がってから少しくるくると回っている、少し入れ込んだ感じがありました白山ムーン、今その姿を捉えています。人気が大変割れておりますが、この白山ムーンが逃げる展開が予想されています。同じ枠には去年の夏のスプリント女王リトルゲルダもおります。重賞ウィナー8頭が参戦しました。そしてこのレースの歴代の勝ち馬も3頭揃っています。非常に高メンバーが揃った一戦です。ゲートインが完了しました。スタートしました。綺麗に揃いました。まず3コーナーに向かって16番のフギンなど言っていますが、間からやはり白山ムーン出てまいりました。折り合いどうでしょうか。6番のラインスピリット2番手です。リトルゲルダム好位置キープ、外にはフギンです。さらに間から脇のブレイブ行って2番のヘニーハウンド、スマートオリオン、10番の爆心帝王、その後ろに桜ゴスペル、折り合いどうか。外からは杉の縁では、さらには湘南ナチーブ、内から5番のアフォード、あと9番のダッシャー55、11番のプリンセスモモリー、最後方1番のインプレスウィナーという体制です。先頭おしまい8馬身で残り 600m 標識通過34秒でいっています。ご覧の隊列、4番の白山ムーンのリード、6番のラインスピリット、フギン、その外には杉のエンドは高一、あとは3番のリトルゲルダ、宇宙して腰たんたんです。手が動いたのは8番の脇のブレイブ、外からはスマートリオン、一番外にさあベステゲシェンク持ち出した。4コーナーから直線へ、白山ムーンがどこまで粘れるか。まもなく残りは 200m、 間からラインスピリット、あとは8枠リード等だ。次のエンデバーとフギン、間を割っては脇のブレイブ、あとはヘニーハウンド、おお外から桜ゴスペル、その内をついては13番のベステグシング、内と広がったが外、桜ゴスペルだ、ゴリン、内4番の白山ムーン、間から13番のベステグシング、差し切りました。桜ゴスペル、戸崎啓太またやりました。一昨年の勝ち馬桜ゴスペル。